はい、じゃあよろしくお願いします。今週月曜の動画はこのホワイトボードと一緒にやらせてください。あ、本人いますからね、よろしくお願いします。で、今週はですね、サムネイルとかにも書いてあるかと思うんですが、こいつ効率の良さ、これをテーマで話していきます。皆さん、できれば効率のいい勉強をしたいじゃないですか。俺もそうでしたけど、たくさん相談聞きますと。で、それについて、これが効率のいい勉強法に近づくヒントだよっていうのを喋っていきます。ですが、効率の良さには答えはないです。これしか答えはない、1個しかないってわけじゃないんですね。だから今見てくださってる方の中で、こういう実践をしてるよっていうのもしある方は、ぜひコメント欄に書いていただけると、あの、後輩のね、みんなにとっては先輩方の意見がのがやっぱりすごいためになるので、ぜひぜひよろしくお願いします。では行きましょうか。で、まずね、絶対に伝えなきゃいけない、伝えたいのはこれ。効率の良さっていうのは泥臭さの先にあるものだって。例えばこの話を聞いて、いきなりね、もう一発で私の正解これだったわではならないのよ。いろんな話をしてる人がいます。で、いろんな実践をみんな試していくと思うんだけども、その中で泥臭いこと、いや、こんなにやんのかよっていうところをいっぱいやった、もう後で振り返った時には無駄だったかもなって思うこともいっぱいやった、その泥臭いものの先にあるものだから。だから努力は必要だからね、効率の良さを見つけるためには。そこはまず覚えておいて。で、今回、まあ、12月24と25のね、例を出しましたと。で、一つ目のポイントとしては、一日のスケジュール。あ、これも祝日のね、スケジュール、あの、冬休みのスケジュールにしちゃってますけど、ブロックを分けます。ブロック分け。で、分け方は決まっちゃいないんだけど、よく自分がやってるのは、まあ、午前1ブロック、3時まで2、6時まで3、9時まで4、で、11時までを5って分けます。これは理想で、自分のが理想で、11時に寝て6時に起きる、7時間睡眠ですね。ちょっと寝すぎかなと思う方は12時にしてもいいです。でも6時間は最低取りましょう、睡眠時間はね。で、こうやってブロックで分ける。で、まずこれは、まあ見てね、わかると思うんですが、ブロックごとにやるものを決めていきましょう。24日の第1ブロック、午前の時にはこの勉強をしようみたいな感じで決めていく。ただ、現段階で、そのね、ブロックに分けなくても、時間ごとに、例えば1日のスケジュール立てるときに、6時から8時まではこれやります、みたいな。で、8時から何時まではこれやりますっていう分け方をして、うまくいってる方は、無理に合わせなくていいからね。これは、今、例えば休みの日とか、時間がある時のうまくいってない方、ダラダラする時間が多くなっちゃってんなって悩んでる方向けの話。いいかい？ブロックを分けると。で、それで、まあ、時間、ブロックごとにやることを決めていくわけなんですが、まずこの、ポイント2個、これ覚えてください。ブロックほにゃららが命です。皆さん、この中で、1日のね、勉強スケジュールをうまく使いこなすために一番大事なブロック、どこだと思いますか？あ、これは俺の個人的意見よ。それが1です。ブロック1。つまり、午前です。で、これ、ほにゃらら時間って書いたのは、これ祝日のスケジュールじゃないですか。これ、学校ある日にも応用ができて、つまり早い時間です。だから学校があった時とかさ、まあ、6時に帰宅の方もいるでしょう。高校生とかだとね、通学が長かったりするとさ、つまり1、2、3が使えないじゃないですか。普段学校あるとこないでしょ？だって帰宅ここだから。そしたら4と5に分かれたとしたら、早い時間。できる限り早い時間が命です。命っていうのは、ここをぐだると、ここをダラダラした場合、だいたい1日のスケジュールうまくいきません。っていうのを思っといてください。だから、これから勉強計画を立てるときに何を考えてほしいかっていうと、この1、この1が絶対にやれる量で設定しなきゃダメなんです。いっぱい勉強しろってわけじゃないの。いや、もちろんそうだよ。それも言いたいとこなんだけど、じゃなくて、ちゃんとやりきれる量にしてって。1で失敗をしないでってことを覚えておいてください。それぐらい大事なんです。いいかな？で、あともう一個、ブロックほにゃららはないものと思えと書いたくせにね、どこかっていうと5です。ラスト。ここは基本的に1日の勉強計画に入れない方がいいです。今うまくできてない方はね。っていうのは、今午前が命って話をしたんですけど、この中で、5個のブロックの中で、下りやすい時間、危険な時間っていうのは2箇所あります。主に自分が思ってるのはね。が、ブロック2とブロック5、ここです。ここは、何にする？こういうマークにしとく？危ないよ、みたいな。の時間です。まず、ブロック2はですね、やっぱりご飯食べた直後っていうこともあったりとか、午前でちゃんと頑張った後なので、こんだけ午前やったからちょっといっかなっていう。
最初からそれだったらいいのよ。自分の性格がそういう性格だから、ブロック2に関してはかなり簡単なものしか置かないっていうやり方も OK だよ。それはいいんだからね。でも最初から全部きっちりやろうとしてて、ブロック2にもいっぱい入れときました。決めたのに、決めたことをやらなかったが絶対やっちゃダメなやつなのよ。だから自分のタイプとかとも相談して決めてね、量に関しては。でも2に関しては多くの方がぐだりやすい、だらだらしやすい危険な時間なので、それは覚えておきましょう。でもう一個です、ここです。で基本的にこっちのが大事。まあこのね、ブロック5はないものと思えっていうのと同じなんですけど、これまずないものと思えって言った理由が、ここの4まで1,2,3,4 でうまくいくのが一番ベストなんだけど、どうしてもちょっとずれ込んだりしてきます。あ、終わんなかったちょっとみたいな。あとは反復しなきゃいけないものが発生するのよ。例えば午前中に数学と理科と英語を勉強しますって、勉強する前にさ、どれぐらい繰り返さなきゃいけないものが発生するかなんてわからないじゃんか、勉強してみないと。だから反復をしなきゃいけないって発生したものをここに入れたいんです。でも最初から5番に勉強内容を詰め込んでおくと、これが入らなくなるんですよ。それが起こってほしくない。だから基本的に5に関してはないものと思えっていうのは計画に入れないでねって、白紙にしておいてほしいんです。ここに関してはこうやって発生したものを入れればいいから。でそれであんまり発生しなくてさ、5でやることないなって思ったら、その時考えてもいいじゃん。もともとなかったところに追加するんだったらいくらでも OK なわけだから、そういう発想でいて、だから5はないものと思えと。でもう一個は、ここが一番危険な時間なんですけど、このね、9時まで、3時から9時までっていうのは、みんな基本的に実家にね住んでらっしゃると思うので、家族がいるじゃないですか。で家族の例えばお風呂の時間とかご飯の時間っていう家族とのタイムスケジュールになるから、あんまりさ、もともとできないっていうのも分かってたりするから、そんな詰め込まないんですよ。でずれ込まないんだけど、9時以降って大体の方が部屋に戻ったりするでしょ。だから自分だけの時間になるのよ、こっから。で自分だけの時間になるから、自分だけの時間ってことは決定権があなたにあるんです。あなたが決定できるから、ダラダラすることもできますよね、別に。でこの9時からね勉強しようと思っていたのに、ちょっとねスマホいじっちゃったみたいな感じで、あ、やばい、10時半になってるじゃんってなったとします。単純にスタート時間が1時間半ずれ込んだら、まあ元々の計画で考えれば終わる時間もずれ込みますよね。まあ0時半の方がいいね、この場合、ごめんってなるじゃないですか。だからこうなる時点で、まず睡眠時間がきつくなる。きつくなるってことは、起きる時間が遅くなる可能性がある。起きたとしても頭がぼーっとしちゃう、睡眠時間だから削ってるからね。だからこの1がうまくいかなくなるんです。でうまくいかない、決めたことができないから自信がなくなるんです。自信がなくなるからモチベーションが下がって、うまく勉強が進まなくなります。もうイメージできるでしょ、こうなるのが。だから絶対抑えなきゃいけない、ここに関しては。ぐだっちゃいけないの。いい？あ、それでその意図もあって自習室ってあの時間にやってるってのも一個あるんだけどね。まあ息子寝かしつけるから9時からできんってのもあるんだけど、だからこの時間っていうのはすごく大事なんだと思ってください。いい？11時寝ようと思っても大体が遅れるから、11時半とか0時とかになっちゃうの。でも11時寝ようと思って0時になったんだったら6時間寝れるじゃん。もともと0時設定しちゃったら1時にその奥ね後ろになっちゃったらさ、睡眠時間5時間に減っちゃうんだよね。だから基本的にはこの11時に寝るっていうのを基本的なルーティンにしてほしい。で今現段階で夜型の勉強なんで嫌ですって方もいると思いますね。それが無理に直せとは言わない。ただ特に受験生の方は試験本番、みんなが入試の本番をやる時のスケジュールに合わせなきゃいけない。入試本番あるぞ、普通午前中からやるからね。その午前中をいつもね夜に3時ぐらいまで勉強して、午前中はだいたい頭ポーッとして寝てますみたいな、したら普段そのスケジュールでやってんのに試験本番に頭冴えるわけないんだわ、試験の時。だから基本的にこっちに寄せな、無理やり変えてっていうのは申し訳ないけど、でも試験本番のことを考えたらそうした方がいい。いい？で次です。次暗記について話します。これが最後ね。で暗記は先週の動画、隙間時間のねあの動画話をしました。もし見てない方はちょっと見てください、概要欄にも貼っておきます。でこの冬休みに受験生だけ、まあ受験生の方はねもうこれ分かる方多いと思うんだけど、1年生2年生とかはこの脳に定着してる感覚っていうのを、多分この時点で何言ってんだこいつって思うかもしれないんだけど、これ分かる方いると思うんだ。受験生とかで自分が勉強してて今これ絶対記憶に定着してるっていう感覚で、これが分かってほしい。
もちろん、暗記っていうのは反復です。反復。で、まずポイントから言うと、反復は早い時間に1回目をやります。これで言うんだったら、自分はもうこの辺とか、あと起きてすぐはちょっとあれだと思う場合は、まあ、この辺とかでもいいです。ちょっとこっちにしようか。そしたら。早い時間に1回目をやります。で、大事なことはあと2つ。絶対やんなきゃいけないのが、寝る前です。あ、同じものの確認ね。ここ。ここは絶対にセット。で、もう一個。それは、次の日の朝です。これは学校ある日もできればやってほしい。まあ、電車通学とかの方は電車の中とかでもいいです。確認に関しては。この3点チェック。自分でテストするんだよ。自分テストはマスト。必ずやってください。ここ、最初に覚えた。まあ、これは、どこでもいいです。できれば早めの時間がいいけどね。やって、寝る前のテスト。起きてからのテストです。これは絶対だと思って。このセットはね。で、みんなが考えなきゃいけないのは、最初にやって、その日の夜の自分テスト。ここでどれだけ取れるかです。ここの、得点をどれだけ上げられるか。アップさせるか。これを考えてください。だからこの間、隙間時間が発生するよね。先週の話をするんだったら、隙間時間で思い出す。思い出すって。まあ、キーワードは本当それです。思い出すタイミングをたくさん作っていく。で、さっき効率の良さっていうのは泥臭さの先にあるって話をしました。俺の現役の時の話をしよう。もう、みんながびっくりするぐらいにめっちゃ思い出したからね。しつこくしつこく。例えば、ご飯食べてる時、家族でご飯食べてる時に今テレビ流れてるわけよ。CM になったら思い出すとか。まあでもご飯食べてる時ずっと思い出してたけどね。お風呂入ったら思い出す。トイレ行ったら思い出す。しつこく思い出してくる。で、そのうちに、あ、そんなにやらんでもいいなってなっていくから、泥臭いことたくさんやって、あ、これはそんなにいらないわ。もっと減らしていこう。減らせる減らせる。ってなって、これが効率の良さじゃん。もちろん何回なんて決めらんないよ。でも自分では10回思い出すのをやってたのが4回で済むんだったら効率が良くなってるわけ。で、反復っていうのは勉強机に座ってやると時間取られちゃうから。思い出すなんて1、2分でできんだから。よりよく効率よくやっていって思い出す時間を削減できたら他の勉強に行けるんだから。だからそういう風にやっていってください。いいかな。なので、その時に自分が勉強してたら、あ、これ今頭に定着してるなって。だから、あと、どのぐらい反復する、思い出せばいけるはずだっていうのが、掴めてくる。で、この領域に行ってほしい。で、それをやるためには、やっぱり何回も何回もやっていく必要があるので、ぜひね、まあ、今回、すごい簡単なとこしか話してはいないんですが、冬休みの計画を立てたりとか、勉強計画を考える時の一個のヒントとして、ぜひ使ってもらえたらと思います。はい、ということで今週もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ぜひね、聞くだけじゃなくて実践して、合わなかったら捨てりゃいいんだからね、実践してくれて、みんなのね、勉強スケジュールというか勉強効率が少しでもね、いいものになることを願っております。ということで、じゃあまた来週の動画でお会いしましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それじゃあまたね、バイバイ。1週間頑張りましょう。